シンプルやけど素材で遊ぶコーデっていうのを作ってみました。こういう顔で白のパンツ履いてるやつでちょっと鼻につくでしょ。だいたいアメリカにかぶれたらこのスタイルになるんですけども、はい、本日ですね、僕がもうアウトドアコーデをね組んでいきたいなと思いますということで、今回5選を作りました。こんな感じでバババババって今出てると思うんですけども、今回アウトドアにグッと特化して、例えばキャンプとかそういうところに特化したシーンを浮かべて撮っていきたいなと思います。だから僕が今着てるようなこの海みたいな格好ちょっと論外なんだから、こっからの振り幅っていうのを見ていただきたくて、このスタイルから始めておりますのでよろしくお願いします。ではまず1つ目っていうのはですね、皆さん大好きビーチボーイズスタイルに着替えますね。いきます、せーの、はい、ということで、こんな感じになりました。まあ、もう基本的にはシンプルなんですけどね、白 T にジーパン。サンダルはビルケンショックのサンダル。まあ、これね、ちょっと色味をね、足してるというか、この薄いジーパンと、ビルケンショックのこの色味。このカラーが一番実はメンズで人気らしいんですよ。で、合わせた時のこの相性のやつだね。これアウトドアスタイルとか言いながら、海っぽくなっちゃってるんですけども、まあ、これでも、ちょっとバーベキュー行こうかって言って、行けることはないんじゃないかなと思ったんで、やってみました。で、特に僕のこの世代に関しては、見ていただいてる方って、僕と同い年とか、上の方とか多いので、ビーチボーイズとかも白T に薄いジーパン、吉田栄作モデルと言いますか、これを好きな人非常に多いので、まあ、とにかく白 T にデニム、これはもう男の永遠のテーマであると。でそれで足元をサンダルで合わすことによってちょっとラフな感じになるんじゃないかなということで、こちらビーチボーイズスタイルということになっています。で次にはですね、ちょっと鼻につくイケオジスタイルっていうのをやってみたいなと思いますので、3、2、1、はい、ということでこんな感じで、ちょっとウエストがダワダワなんであれなんですけども、まあ、上はねオーラリーって日本のブランドで、でパンツに関してはユニクロのワイドフィットカラージーンズっていうパンツになってるんですけど、ちょっとゆったりした感じになってるので、やっぱり靴ちょっとスニーカー履いちゃうとあれかなということで、足元はサンダルにしてます。これチャコっていうところのサンダルなんで、普通の鼻緒のタイプでも良かったんですけど、ちょっと鼻緒やと子供っぽくなるかなということで、なんか白のパンツ履いてる人って似合ってる人いいんやけど、こういう顔で白のパンツ履いてるやつでちょっと鼻につくでしょ。なんかイキってる感じがあるっていうかね。でこれでサングラスかけるでしょ。もっとイキっとるやないかいと、これめちゃくちゃイキってるやないかいって感じなんやけども、 T シャツでちょっとラフすぎんのも嫌やな、やけど綺麗めにシャツとかニット着ていくのまではいかんなっていう時なんかは、ちょっと色でね綺麗にしていくっていうのはいいんじゃないかなということで、適当に組んでみました。で次がキャンプバカコーデっていうことなんですけど、まあ見えてるこの黄色のちょっと派手なやついくんですけど、これが実はキャンプバカっていうか機能的なんですよ。だからそれをちょっといきたいなと思います。はい、ではね次3つ目いきたいなと思います。これキャンプバカコーデにはしたんですけども、柄を着いひんっていうのがちょっと大人あるあるじゃないですか。みんな同じモノトーン、白か黒しか着いひんって感じになって、まあ、さっきまで白黒ばっかりやったんですけど、それじゃちょっと面白ないよねっていう時なんかはあえて柄を入れてくるわけなんですね。これワイルドスイングスっていうブランドで、実はねこれ化学繊維なんですよ。結構機能的なんですよね。乾きとかも早いから全然濡れてもパパってこう絞ってあげたらすぐ乾いたりとかするってことで、これねもう2年前ぐらいのモデルだから今はないんですけど、類似品っていうのがあったんですよ。ワイルドスイングスで同じくナイロン 100% 使ってたり、ナイロンとかポリを使ってたり、化繊のやつでっていうのがあったんで、そういうのを着ていただければ意外とこれ街でも着れる雰囲気やけど、実はアウトドアとかそういうところでも着れできますよと。で、まあ、パンツに関してはこう水陸両用にしてますので、もうこれでもキャンプ行ってもらってもいいし、で靴はホカオネオネのこのサンダルのやつにしてるので、このまま川に入ってもらって、でそのままビチョビチョになってもすぐ乾くので、濡れても全く問題ない。友達と久々にお盆会うねんとでバーベキューすんねんなんていう時なんかはこういうスタイルでもいいかなと思いますし、で、まあ、外でもし過ごすっていうこと考えたら、まあ、サングラスとかはつけると思うんですけど、まあ、こんな感じですよね。まあ、これでいっときゃ、まあ、ちょっと大人っぽい感じでいけんちゃいます。で次がですね、どんなスタイルでいくかっていうと、シンプルやけど素材で遊ぶコーデっていうのを作ってみました。はい、ということで次はこんな感じでいってみました。もうシンプルやけども素材で遊んでいきましょうと。もう柄とかで俺遊びたくないねんっていう人見てるじゃないですか。さっきの黄色いなんか大阪のおばはんみたいなやつ着てたけども、わしは大阪のおばはんちゃうねんっていう人見てはると思うので、そういう方やったらあえて素材で遊びましょうと。まあよく見るスタイルですよね。で最近僕これレビューしたばっかりのカルカパンツっていうこのパンツ、びっくりするぐらい薄いから、パッと見た感じジーパン、まあこれもジーパン、ちょっと熱いんちゃうっていう人なんかは、長ズボンやけど熱ないねんと、薄いやないかいと。だから逆に秋冬は着れないんですけど、これ夏にあえて長ズボンやったらこういうカルカパンツで、しかも化学繊維でしょ。 T シャツのコットンの風合いと化学繊維のつるっとした感じの異素材の組み合わせ、これはやっぱり20代ではできないでしょ。大体やっぱ30超えてこないとこの組み合わせできんから、20代では大体素材一緒になっちゃうし、これは30代以上でしていきたいなと思うんやけども、あ僕20代でしてるよっていう方がいらっしゃったらね、ぜひ教えてください。僕にどうやって着ていくんかっていうのを教えていただきたいなと思うんですけど、まあ、結構このあたりがね一番シンプルやしけど人との違いが多少出てくるところかなと思います。最初のやったジーパンとかカラーパンツとかも別に悪くはないんやけど、まあ、色でちょっと変えていったりとか色で差別化していったけども、次はもう色は全く差別化されてない、ちょっと素材を変えたり、まあ、レンズにちょっとブルーを入れたりすることによって多少色味だけ入れてますけども、ほぼほぼシンプルな感じで、最後のコーディネートっていうのがアメリカに洗脳された男の末路っていうコーディネートになってますので、それを見ていただきたいなと思います。はい、とまあこんな感じになっております。ザ・アメリカに洗脳されたこのアーミーとアメカジとなんかニューヨークヤンキースとかもごち
ちゃごちゃになったもう末路が大体こうなっております。で、まあ、これはこれでね、まあ、おじさんには合うんですよ。おじさんとしては、まあ、これはこれで悪くないでしょうという感じでやってみました。でちょっと T シャツとカーゴパンツだけやったら色味がちょっとやっぱり落ち着いてたおじさん臭さがやっぱ出てたんで、靴をね赤に入れることによってちょっと差し色にできるかなっていうことと、あとまあ子供のちょっと習い事を迎えに行くときなんかはこういう感じでいくと絶対アメカジ好きな人喋りかけてくるから、コンバース履いてますねとかね、あミリタリーお好きなんですか、絶対声かけてくるから、ほんで大体そこで仲良くなるんですよ。僕もジムでアメカジ好きな人とよくこうやってお話しするんですね。でまた今日もヴィンテージ買っちゃったとか言ってよく見せてもらうんですけども、大体アメリカにかぶれたらこのスタイルになるんですけども、まあ、こういったことで以上5つご紹介させていただきました。まず最初のビーチボーイズスタイルですよね。まあ、これに関してはある程度どんな男の人でも、まあ、白とデニムやったら合うでしょうと、ただちょっと日焼けしておる方がより合いやすいなっていうところがちょっとワンポイントかなと思います。で次鼻につく息落ちスタイルなんですけど、これに関しても基本的にはまあ誰でも合う。パンツ自体もワイドなパンツやし、ちょっと細くても太っててもどっちでもまあいけるっていう感じやから、まあ、そんなに難しくないですよねっていうような感じ で次キャンプパカスタイルは、まあ、僕の視聴者さん結構アウトドア好きな人多いと思うので、アウトドア系が好きな方とかやったら、いいんじゃないかなと思いますし、まあ、なんせ靴がね今回ホカオネオの靴を入れることによってめちゃくちゃハイテク感があるというか、そういうところがいいんかなっていうところで入れさせていただきました。で次はこれに関してはある程度ちょっと余裕感がいるというか、ちょっと大人の余裕というか、そういうのが醸し出せれば出せるほどかっこいい。だから年取れば取るほどかっこいいやろなって思うんですけど、僕はまだ35やからそこまで出せてないんですけど、これ50代とかでこういう格好をしてセンターパートとかで分け出てちょっとパーマ当ててるとかめちゃくちゃかっこいいから、でそういうスタイルはいいなと思ってやってみました。で最後このアメカジに洗脳された男っていうのは、まあ、これは余談ですね、まあ、こういうのもあるよねっていう感じで見ていただきました。はい、ということでね、まあ、アウトドアに特化するとこんな感じだけど、まあ、もうちょっときれいめに特化したらニットとかも全然あると思うので、シャツとかそういうコーディネートもいけると思うんですけど、やっぱりアウトドアに寄せていくとちょっとこんな感じ、あミリタリーも入ってるけども、まあ、許してください。でこれが終わるとそろそろこの上を着ていくような感じになってくるかなと思いますので、それはもう僕の出番になってきますので、もう腕回して今待ってますので、皆さん夏休みとか夏をね楽しんでいただければなということで、本日ですねアウトドアコーデの夏バージョンをご紹介させていただいた動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。